放送席、勝ちました東レアローズ矢島理沙選手です。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。シーズン終盤で上位チーム NEC からフルセットでのこの勝利いかがですか？昨日試合を終えてからチームのみんなで自分たちは失うものがもうないので当たって砕けろ精神で楽しんで頑張っていこうというふうに話してたので勝ててよかったなと思います。もう試合の序盤からかなり声も出てるように感じたんですが昨日とはチームの雰囲気も違いましたか？昨日はちょっと出だしの方で緊張しちゃったり相手の雰囲気に飲み込まれてゲームがスタートしてしまうっていうことが初めからあったのですが今日は自分たちから雰囲気作れたのでそこが良かったかなと思います。第4セット第5セット練習して最後勝った後このチームのメンバーと何か言葉を交わしてどんな気持ちになりましたか？私がたくさんプレーできるのは先輩方がこうたくさんプレーでカバーしてくださったり思いっきりやっていいよっていう風に言ってくれてるのでチームの皆さんのおかげだと私は思います。本当に今日のプレーの中でも大事なところ同点であったり相手のセットポイントのところそういう場面でのポイントが多いように見えたんですがいかがでしたか？自分がポイントを取るまでに、ギリギリのボールをつないでくださったりとか最高のトスを持ってきてくださったりとかしてくれたので私は自分のできる仕事をしっかりやろうと思ったことです。第4セット第5セット連続で取って勝利となりましたがやはりこの大応援団というのは力になりましたか？はい、たくさんの応援ありがとうございました。矢島選手はルーキーでこの VOM は何回目ですか？あ、初めてです。初めてこの舞台で、マイクを持たせてもらえるというのはどんな気持ちでしょうか？私なんかでいいのかなっていう気持ちが大きいんですけれど、支えてくださってるスタッフの方々やこうやって試合をできることに感謝してありがとうございます。レギュラーラウンドも残り5試合まだまだ大事な戦いが残っていると思います。自分の抱負も含めて、配信をご覧のファンそして会場にいる大勢のファンに向けて一言お願いします。今日もたくさんの応援ありがとうございました。残りの試合も自分たちらしく、ミスを恐れず挑戦し続けられるようにトレアローズを頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事勝利を収めました東レアローズ矢島理沙選手でした。放送席どうぞ。